写真拡大。全3枚。オープン戦、阪神7の3セーブ。17日、甲子園阪神、西勇晃投手28が西武戦甲子園に先発し、5回を3発の3安打1失点。降雨による2度の中断を挟みながらのマウンドも、悪天候の場合を想定した予行演習として動じることはなかった。先発が予想される開幕3戦目、31日のヤクルト戦京セラに向けて準備を整えていく。悪天候も、中断も、準備 OK。西が雨の甲子園で予行演習を行い、5回3安打1失点。5回に自らの悪送球などから失点を許したが、それ以外は何の危なげもない投球で試合を作った。雨だからとか寒いから投げづらいとかは関係ない。その中でいかに良い状況を探っていくかが大事。今日は雨が降ってくれたり、たまにひょうひょうとかもあったので、そういう悪天候、全然ウェルカムだと思っています。1回1死1塁、3番秋山の打席で土砂降りに、3球目を投げたところで、試合が中断した。開始わずか3分。気持ちを切りかけそうになるんですけど、しっかり自分で考えながら待つ時間も大切なのかなと思いました。オリックス時代の本拠地は京セラ。3回の攻撃中にも中断が挟まるなど、貴重な経験を積み、屋外球場なので、こういうことも全然あると思う。インターバルが長い中でも自分のできることを、勉強になりましたと前向きに捉えた。矢野監督は、文句ないというか、西らしい。打ち取っている内容のレベルが高いと、コーナーをきっちり突いた投球を絶賛。さらに、いいテンポで打線にもつながりが出たのはあると思うと、投球リズムにもなった。順調に段階を踏み、今のプロセスが大事だと、